はい、大橋ソロでございます。よろしくお願いいたします。えー、ちょっとあまりにもちょっと面白かったんで <laughs>。まあでも動画にすることでもないのかな。まあでも、ね、一応ね、ユーチューバーとしては、ユーチューバーとしてはちょっと、うん、いじっとこうかなというレベルの話なんですけど、えっ、ー、と、 政治家女子48と船橋支部の女って書いたんですけどもちょっとよくわかんないんですけど斎藤百里って方なんですでまあこの方がねえっといつだこれあ西字はわかんないけどもツイッターの内容があまりにもアホアホマある,るだしねちょっと面白かったんでちょっと紹介しますね。大津彩香を訴訟したら 彼氏に縁切るって言われたんだけどもうふざけんなよ大津彩香もう仕事できねえじゃん大津彩香もう仕事できねえじゃんまあいいや、えー、いい加減いい加減身引け黒川敦彦のモラハラ感情論に振り回されるなメスガキが 国政政党を牛耳るなんて無理だよ何かあったらパパや専門家に聞いてからのスタンスも見苦しい自じゃくれ面白いわ面白いわもうアホすぎてちょっと笑いましたはいありがとうございます、まあ、ちょっと本当は僕これよく分かんないんであのー、まあ僕の 感想を述べさせていただいた上で、なんだろう、こう、背景を分かる方、<laughs> よくご存知の方、ちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、おそらくね、この斎藤由梨っていう子はね、えっ、ー、と、なませちゃったな、えっ、ー、と、黒川くんとこの、まあ、翼の塔の、あの、若い子ですよね。若い子の彼女なのかな、確か。で、そもそもね、まあまあ、まだ分かりますよ、分かりますよっていうか、 まだね翼の党がっていうか黒川君か黒川君が幹事長時代に、ね、この子が政治家女子48党にこう潜り,潜り込んでっていうか入って活動してるっていうのはまだ分かりますけどもうね君の彼氏の上司がね橘に対して橘出してから橘からあのような仕打ちというかね 関係にもうなってるわけですよでこの,この子がねまあ統一でどこで立候補したのか、ねまあ、立候補したのか自体僕よく分かんないしどこで立,立候補したのかもし分かんないし結果、まあ、当然落選なんでしょうけど、うん、どうだったか分かりませんけどなんでまだ政治家として立花の方にいるのっていうレベルなんですよ僕から言わせたら。 だって。あの若い子、あの黒川君の部下の、あの若い子だって、当然黒川君について。立花孝志が思いっきり批判してるわけですよ。ね、記者会見に行って、ね、手震えして、手震えながら、こうや、やってましたけど。立派でしたよ。そういった姿を見て。この斉藤由理って、こう、なんか思わないの、なんか、この中で芽生えるものはないの。 ね、大津やかを訴訟したら彼氏に遠切るって言われたんだけどって当たり前だよって <laughs>。お前、立花隆とお前自分の彼氏どっちが大事なんだよってレベルだよ。本当に。そんな判断もできない。まあまあね、あのー、彼には申し訳ないけども、さ、縁切るって言われるわ、そりゃ。<laughs> てか、僕よく許してるなと。 まだ政治家女子側についてることをよく彼氏は許してるなぁと器でかいなぁと思いますよはっきり言ってねはい、まあ、まだ政治家女子にいるのはいいけどお前訴えるってお前大概にせえよって多分話になったんでしょうねきっとねで大津若もう仕事できねえじゃんちょっとこの辺がよくわかんないですけどいい加減三姫、えー、黒川敦彦のモラハラ感情に振り回されるな <laughs> 君のの彼氏の上司だぞ <laughs> 大丈夫か <laughs> 周り見えてないんじゃないの、えー、メス書きが、えー、国政政党を牛耳るなんて無理だよってうーんそうまあメス書きまあまあこの子はいくつか知りませんけどもてかそういうねそういう子に全権力を譲渡したのは立花隆なんだよ、うん。大丈夫かお前 <laughs> <laughs> 無理だって思ってる子に譲ったんだよ橘隆は立橘隆に問題があるんだよ文句言うのは立橘隆に言いよなんであんな子に譲ったんだってお前いかがにするわよってもうすい違いもいいとこで何かあったらパパや専門家に聞いてからのスタンスも見苦しいってかさもう何かあればまあパパがどういう人か僕知らないけども専門家に聞くなんて当たり前のことでしょ 全全知全能のやつなんんて誰しもいませんよ神様じゃねえんだから専門外のことは専門家に、ね、相談したりお願いするなんてのは当たり前のことだよ <laughs> 君は全知全能なのかでも無理だよなそんなわけないよな <laughs> 自分の状況というものも全く把握できてないし周りも見えてないもんな <laughs> 彼氏に遠距離って言われてあたふたしてるぐらいだろう <laughs> どうしようもないよはっきり言って。 申しうんまあ見苦し申し訳ないけども、ねはいあ,まあ、あの翼のとの若い子には申し訳ないけど見苦しいのはこの斎藤百合って子だよ申し訳ないけどはい辞任は <laughs> なんで君のために大津さんは辞任しなきゃいけないのって、うん、バカなのかと <laughs> あの彼には申し訳ないけどもね、うん、まあもうしっかり彼は彼は。 まあね、彼女を愛してるんだろうけども大変だな <laughs> 大変だなとしか言いようがないわこれもう同情するわ、まあまあね、まあまあねまあまあ男女の間のことをとにかく言うつもりはないけども大変だねとしか言いようがないねほ、うんとにちょっと同情するわ、はい、いやーうん <laughs> ちょっとあの彼には申し訳ないけどちょっと名前忘れちゃってちょっと名前忘れちゃってほんと変失礼なあれだけどちょっともう同情するわもうかわいそうだわもうもう彼氏がかわいそうだわ本当に。<laughs> で縁切られる覚悟を持って 発言してるんだったらまだでもなそれでも、うん、ちょっとダメだな、ね、彼氏とは別れたくもないし大,釣り,もやめ大釣りはやめてほしいと <laughs> もう一番中途半端でで最悪ですね <laughs> まあこういう人ほどこういう人こそやっぱり政治の世界にかかってほしくない個人的にはね、はい、あの彼には申し訳ないけども彼氏には申し訳ないけどもはい。 まあもしねあのこの斎藤百里っていうこの情報のことご存知の方皆さん興味ないかもしれませんけどももしご存知の方は何か,何か分かることがあれば教えてください。えー、統一で立候補してるのかあこれから立候補するのか、まあ、知りませんけども、まあ、こういう人しか結局集まらないってことですね橘、ね、の周りには。ね。